皆さんおはようございます。そうだ老子に聞いてみようの時間です。そうだ老子に聞いてみようは仏教や禅について、はたまた日々の子育てや家族、仕事、人間関係についてなど、皆さんが日頃気になっていることをご質問いただき、そちらに対して横田老子なりのご意見をお伝えさせていただく番組です。 YouTube 越しではありますが、皆さんといろいろとお話しさせていただければ幸いです。横田老子、今回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、令和5年2023年第1回目の回となります。新年のご挨拶を申し上げます。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、お寺は年末年始はとてもお忙しい時期と伺っておりますが、横田老子はどんな年末年始をお過ごしでいらっしゃいましたでしょうか。年末年始ですね、はい、もうだいたい過去を振り返らない性格と近年の物忘れと相まって、思い出すのに少し時間がかかりますが、そうそう、まあ除夜の鐘はつきましたね、はい、あれは寒かったかな。それほど寒くもなかったような気もいたしましたが、うん、天気は良かったですよね。でしたかしらね、うん、除夜の鐘をついて、はい、それから午前2時半ごろ僧堂でお経をあげて、はい、それから円覚寺の本山仏殿で5時頃からお経をあげて、はい、で気がつきゃ日が上がって、終わってお客様が見えるというですね、はい、その合間に1日に、ライブ配信ですかしらね、はい、皆様にご挨拶をして、まあ、あとは朝お経をあげるんですね、特にこれはまあ年に1回のことなんですけれども、大般若経という般若経典というのはたくさんございまして、はい、それが、玄奘三蔵が訳したもので600巻の大般若経というのがあるんですね、でそれをみんなでこの読んだら大変な時間がかかりますから、なんて言うんでしょうかね、パラ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 このめくりながら、はい、この世の中の平和と皆さんが幸せでありますように祈祷お祈りですね、あんまり我々禅宗というのは祈祷お祈りというのはそんなにいつもよくやるわけではないんですけれども、はい、この正月の三が日は朝そういうご祈祷をするんですね。そうなんですね、はい、それが終わるとまあ、私はただひたすら年賀のお客が見えますから、はい、その応対をしていて、で修行道場の方はというと、これは三が日はお休みにこうなるんです。はあ、で朝の祈祷だけちゃんとお勤めすれば、あとはそんな特別の修行もなくですね、はい、のんびり暮らすことがこうできるんですね。そうなんですね、はいはい、ご実家に帰られたりとかは。それはないんですね、やっぱりこの、はい、それはね、ですから、まあ、私どもはもう お盆や正月に帰るってことはこうないですね、はい、お盆は忙しいし、お正月も忙しいし、 ですからね、年末年始よくねお休みっていう感覚が皆さんあるのかもしれませんが、私どもにはこう年末年始というのはこう休みという感覚は全くない、ね、ないですね、繁忙期というか、ねえ、まあでもね、多くの人がこの来てくださるというのは ありがたいことだと思って、この年賀のご挨拶を受けてますね。なるほど、じゃあ徹夜でずっと。それは31日から1日はこれはしょうがないですね、はい、もう寝ている時はないんでございますね。そうなんですね、次に年が明けてから初めて寝るのは、そうそう、1日の晩になってようやくですね。そうですか、お疲れ様でした。まあでもね、もうこの頃はもうだんだんもう寝ぼけてきてますからね、起きてても寝てるだかどうだかね。でこの正月行事っていうのはありがたいことに、はい、こう頭脳は使わなくていいんですよ。うん、物言わなくていい。やっぱりね、一番大変なのは
講演とか法話とかね、喋、るのはね、このない頭を使わなければなりませんけれど も, どもその儀式に出て、あとは年始の方が 来ますとね、こうニコニコとしていればいいんですよもういや、ありがとうございます、ニコニコおめでとうございます、今年もどうぞ、もうこれでいいんではしてからねですから、まあ、もう寝ぼけていてても務まるんですね。なるほど、笑顔の交流をされて、いや、あとはね、まあ、新年はね、ニコニコしてりゃいいわけでございますからね、まあ、そんな三が日いつも、ですから、2021年の時は本当に2020年の春からコロナになって、そうですね、21年というのはやっぱりなんかまだ外出が、まあ、自粛でございましたしらね、本当にあんまり人も来ない静かなお正月だったですけどね、まあ、それから2022年の正月はちょっと見えたかな、でもまだなんだっけ、もう今名前忘れちゃいますけど、まん延防止かなんかじゃなかったのかな、緊急事態どっちだったかな、なんか出てましたね、もう忘れてしまいますね、忘れしまったですね過ぎてしまうと、はい、でこの正月が本当久しぶりに何の行動規制もない正月、ですから、まあ、例年に近いような方が、お見えくださっていましたですね、賑やかな、あの3年ぶりの本来の正月という感じですかね。ありがたいことでございましたね。はい、で、あの木村さんなんかは、やっぱりお家にずっといらっしゃるんですか、どっか行かれるんですか。あ、そうですね、私はあのもともと雪国出身なので、あの帰ったりしていた時もあったんですけど、あのこちらに移り住んでからですね、あの大体年末年始お天気がものすごく良くって、あのむしろあの遠方から家族とか友人とかが来たがるようになってですね、はい、あの割とここ数年はあのそうですね、迎え入れる体制にあってですね。そうですかね、はい、もう人が来るとお台所は大変でございましょう、はい、あ、まあ、そうですね、まあ、でもあのそこは、あのうまく乗り切りながら、あのそうですか、はい、あのそうですね、やっぱり私は鎌倉の隣の隣の町に住んでるんですけど、はい、あのこの時期は海から富士山、そして空までのなんか青のグラデーションが本当に綺麗で、あの山にちょっとね、あの一緒に登ったりとか海を歩いたりとか、はい、あのそんなゆったりとした時間も過ごせて、はい、初詣なんか行かないですか。あ、行きます、はい、どちらですかね、やっぱ森戸神社、はい、あ、そうですね、森戸神社に、はい、毎年行かせていただいています。やっぱり大勢人がお前になってんでしょうね、はい、あ、そうですね、はい、でもあの地元の人はもう早朝に行って人混みを避けるとか、はい、いろいろ工夫をしながら、はい、やってますね、はい、で、あのいろんなお客さんが来てくださったものですから、あの横田老子のパンダの絵本をプレゼントさせていただいて、皆さんに、はい、とても喜んでいただいて、ありがとうございます。本当にあのお話ももちろんなんですけれども、あのイラストの絵がね、ね、に和みますって皆さんすごく喜んでいただきました。そうね、あれの反響もね、いろんな方からお言葉をいただいてね、ある方なんかはやっぱり製本にね使ってくださる方も結構ありましてね、なんかお若い人でね、ちょうど、いろんなことが、仕事のことやら何やらうまくいかなくて落ち込んでいた青年にあげたんですね。だからさ、その最初にね、自分の存在の素晴らしさに気がつくというね、まあその一言でね、まあ、大きな力をいただいたとかですね、まあそんな感想をいただいたりしましたですね。そうですね、年末にあの今話題の、スズメの
戸締まりでしたっけ、見に行って、ああやっぱり最初から救われていたんだねって、私が一言言ったら、あの長女が12歳なんですけど、うん、横太郎氏のパンダの話と一緒だねって、そうですか、12歳パンダの話をご理解いただいてて、びっくりしました。そうですか、はい、やっぱり子供っていうのはね、侮っちゃいけませんね。いや本当に6年生ですけど、ねね、はい、びっくりして、はい、案外本質を見てたりすることがありますんでね、はい、それはありがたいの、これから成長が楽しみでございますね。大人が成長しないといけないですね、本当に子供に、はい、学ぶことばかりです本当に。はい、それでは、今回のご質問に移らせていただいてもよろしいでしょうか。はい、どうぞ。はい、新年が初めてのご質問は、福岡県在住30代男性の、ラジオネームただすけナンバー001さんからの、ご質問です。ありがとうございます。読み上げさせていただきます。こんにちは、毎朝横太郎氏の動画を見ています。ラジオ動画の他にも盤慶禅師語録の解説など一つ一つ視聴していっております。法話を聞くような機会は普段あまりありませんので、非常にありがたく拝見させていただいております。さて質問なのですが、臨済宗における座禅の位置づけについて教えていただけないでしょうか。私は座禅会に最近参加しています。曹洞宗のお寺でよく座らせていただいております。そこでご住職に、座禅は悟るために行うのではなく、その時間自体が大切であり目的であるといったお話を伺いました。その後、道元禅師の入門書を読んでみると、無所得で計らわずに座るといった内容が書かれていて納得をしておりました。臨済宗の場合はまた座禅に対する考え方が違うと思いますので、臨済宗ならではのところや曹洞宗と一緒のところなどを教えていただければ幸いですということです。忠助ナンバー001さん、ありがとうございます。はい、曹洞宗と臨済宗の座禅の違いということで、横太郎氏いかがでしょうか。いや、これは大変難しい質問でございますね、はい。まあ、特に、曹洞宗というところは、今の日本の曹洞宗の場合は、はい、もう道元禅師の教えがきちっと定まってこうおりまして、はい、もう公式見解というんでしょうかしらね、今この方が言われた通り、座禅というのは仏になるためにこうやるものではこうない、まあ、むしろ仏であるということをこう何ですかね、実証するっていうんでしょうかしらね、ということをね、説いてくださっているんですね、はい。まあ、加えて、もう臨済宗というのは別段これ公式見解というのはこうありませんの で、はい、でそれぞれの老神方によって、それぞれの人によってこう捉え方が異なりますから、はい、まあ、あくまでこの私の捉えているところだということを前置きをさせてもらいたいと思います、はい。まあ、よその臨済宗の方に言えばまた違うという言い方があろうかと思いますし、はい、で臨済宗ってそれを別段否定しない、ね、いろんな考えがあるんだってよ。で、まあ、私が、まあ、やっぱり思いますのは、よくこう曹洞宗の側から言われるのは、臨済宗というのはこう悟りを開くために座禅をすると、というのは言い方よくされるんですね、はい。でもそれに対して曹洞宗様の方は、こう座っていることがもうすでに悟りなんだと、うん、まあ、悟りを求めることはいらないのだ、ね、修行して何かになるんじゃないんだと、この座っているというその営みが、もう本来仏の姿なのだと、はい、悟りがもう そこに現れているのだという教え なんでございますね、はい。で、まあ、臨済宗の場合は確かに、その悟りを求めて、座禅をするというふうに言われる一面も、これ確かに否定できないとこう思います。なるほど、はい。と言いますのは、やはり私たちの臨済宗の修行は、ただいまのところこの白隠禅師という方が江戸時代に出られまして、はい、公案というですね、禅の問題を
この与えられて、はい、その課題を一生懸命自分で座禅をして、まあ、考えるというとね、こう頭で考えるのではないんで、まあ、私どもは工夫をするという言い方をするんですが、やはり公案に対する問題に対する答えを求めようとするんですね、はい、でそれを座禅をして姿勢と呼吸を整えて、その自分なりの老子からいただいた問題に対する答えをこう求める、はい、でそして、あ、自分でこれだと思った答えが出ると、それを持って老子のお部屋に行きまして、自分はこういうふうに見ましたと、はい、そうするとダメだっていうと、チャランチャランとこう鈴を振られて、まあ、よければ次の問題というふうに行くんですね。なるほど。でそういうのをこう繰り返すんですよ、はい、で繰り返していくうちに、私が一つ気がついたことは、はい、しっかり座禅ができて、本当によく座れた状態でパッと出てきたその答えというのが、まあ、その昔からずっと伝えられてきた一つの回答とピタリと合うんですよ。だからこれは、この問題を、禅の問題を、まあ、たくさんあるものですから、修行している間、次から次へとこうそれをやっていくんですね。でそれはこうちゃんと座れば答えが出るっていうことを、合ってるっていうことを体験的に知っていくんですね。でそうすると、確かに次の問題で一生懸命座ると、で頭でこの思考ですね、頭でこの本を読んだり解説を読んだりして、あ、こういうことかな、こうではないのかなという考えて出した答えというのは、もうまず否定されるんです。で一生懸命座って、はい、まあ、頭が空っぽになって、なんかこう湧いてくるんです、はい、浮かび上がってくる、浮かび上がってくるんですよ。でそれが、パンとうまくいくんですね。でそういうことをこう繰り返していくと、ある時期から分かってくるんですね。この公案の修行というのは、うん、その答えが合ってるとか、答えが合って次の問題に進むとかっていうことが大事ではなくして、これをやることによって自分が真剣に座るようになるんだっていうことがこう分かっていく、ただぼやって座るんじゃなくして、本当に精神を集中して頭が空っぽの状態になって座っていくと、パッとこう気がつくんですね。でそれからそういう答えが、その、まあ、答えというのは、昔からの老子方が得た答えというのは一つございましてね、それにピタリと合うと、今度は、漢文の言葉でそれを表現するんです。それが禅語と言われるものが、まあ、何千もあるわけなんです。で私も何年も前に岩波文庫からそれを編集して出してますけど、4000、5000もの前後の中からこの問題にふさわしい言葉を選ぶんです、ね、でこれもね、その4000円や5000万をもっと言えば、大きく言えばもうたくさんあるんですけども、うん、はい、その中からたった一つの言葉を選び出すにしても、その単に本、その本を見て、調べてでもこれは当たらないです、これも長年やってきてですね、もう座禅をしてきちっと姿勢を整えて、呼吸を整えて、こちらを空っぽの状態にして、その禅林苦集という禅語を書いた書物を見ると、これ向こうの方から浮かび上がってくる、なるほど、でそれがピタリといくんですね。でそういうことをこう繰り返していくものですから、ますます一生懸命座るようにこうなっていくんですね。まあ、こういうのは修行の段階においてこういう時期がございますから、それでそういう側面だけを見ると、この悟りを求めて座っているように見えるかもしれないんですけれども、しかしそういう課題を与えられることによって、自分の座禅がより一層深まっていくというのは、これが実感なんですね。そのおかげでやっぱり大変長い時間、
精神の集中をすることができたと思います。なるほど。まあ、もしこういう問題がなしにただ座っていればいいんですよと言われますと、なかなか長時間何もない状態で精神を集中し続けるということはむしろこう大変だと思いますね。で我々はそういう課題が、またそれ白隠禅師の系統の流れの教えで、まあ、たくさんの問題がこうあるもんですから、はい、それを次から次へと こなしていくものですから、まあ、もういやおうなしに座禅をせざるを得ないというんですね、で座禅すればちゃんとこの考案がうまくいくものですから、そこにまた新たな喜びも出てくるんですね。でそういうふうなことが、まあ、修行時代にはこうございましたですね。であと先ほど出ましたパンダの話ですね、はい、まあ皆さん方もご覧いただければ一番ありがたいんですが、話で説明をいたしますと、最初パンダが、自分がパンダと分からなくて、動物園のパンダを見ようとするんですね、でも あなたパンダなんですからパンダ見る必要はないでしょうって言って行列から追い出されてしまうと、はい、で自分がパンダであることが分からないパンダはパンダをの勉強するんですね、パンダってどういう姿をしているのか、どんな暮らしをしているのか、でパンダの真似をするんですね。だこういう段階の座禅があると思うんです。一生懸命仏になろうと思って仏の真似をする座禅というのは、これがこうあるんだと思います、はい、そして心の中身、雑念や妄想、煩悩だらけではなくして仲間空っぽになるようにってこう努力をする座禅というのがあると思います、うん、でもそれがやがてこのパンダの話でいきますというと、やがてそうやってパンダにも見たい、パンダを見たい、パンダの真似を一生懸命している時に、ある時にパンダがこの絵本の話では水たまりに映った自分の姿を見て、あ、自分はパンダだったんだとこう気がつくんですね、はい、そうしますと今度はもうパンダの真似をする必要はこうないでございますね。もうその後はこのパンダの本の中にはごく普通に笹を食べて日々の生活を送りながらパンダであることにくつろいでいます、はい、パンダがパンダであることにくつろいでいる姿としての座禅がここに出てきます。私がもう何者でもないこの私であるということに、もうゆったりとくつろいで座っている座禅というのが、まあ、これがまあ私なんか今そんな気持ちで座禅をこう楽しんでいるんでございますね。ですからそういう、その自覚ができるまでの一生懸命この無になろうと思ったり、空っぽになろうと思ったりする座禅というのはこれやっぱあると思います、うん、それを我々やっぱり臨済宗では否定しません。でもそれだけではやっぱりこうないんですね、はい、やっぱりもうこのままでいいんだと、私は私のままでこのままでいることにくつろいでいるんだというですね、はい、そういう座禅ですね、はい、が現れてくると。でその後半の後の方の後者の方の座禅っていうのが、これがやっぱり曹洞宗さんで言われるように、そのまま何も悟りも求める必要もなく、はい、そのままで無所得、何ももうパンダでになろうとかパンダになる必要も何もないわけですし、はい、考案を解こうなんていう必要もないわけですし、この私がこの私のままで座っているんだっていう、それはその曹洞宗の座禅と相通じてくるんじゃないでしょうかしら、ね、まあ、それでその藤田一生さんなんかと一緒に座禅をして通じるところはそこなんで思いますね、はい、でも違いといえばやはり最初は一生懸命求めるという過程を大切にしています。それを抜きにして最初からそのままでいいんですよというと、
私らから言うとなかなかそれで長時間座るのは大変なんじゃないかなと思ったり、あるいはもうただ考え事ばかりして終わったり、はい、じゃないかなと思うんですけれども、ね、でも臨済宗がいいか悪いかは分かりませんが、公案の修行にも様々な問題点はありますけれども、ああいうものがあったおかげでもう5年も10年もひたすらそれに打ち込むことがこうできたと、はいはい、それが我々の修行のいい点ではないかなと思ってありますね。はい、いや非常に分かりやすいご説明ありがとうございます。いやいや、とんでもありません。公案はやっぱり座禅にコミットするというか、コミットメントを持続させるための仕掛けというか、いや、 やっぱりね、はい、ああいう面はね、あるんだろうと思います。まあ、公案禅の、ね、弊害 もよく私はこの頃申し上げるんですけれども、うん、いい面はそういう実際の修行者にとってはですね、なるほど、大きな張り合いとか言うんでしょうかしらね、はい、どうしてもね求めようとする心ありますよ ね、 ね、よくねこんな感じなんですよ。法華経というお経に華城湯本というね仮の城の例えがこうあるんですね。こう砂漠をね歩いていくんですよ。で、はい、目的の国まで歩いていくんですね。でもぼうぼうたる砂漠ですからね、まあみんな人々は疲弊するんですね、はい、そこにちょっとこの行けば届くようなところに仮のお城を作るんですよ。でそこまで行けばね、いや住めるんだって言って、じゃあみんなあそこだそこなら行けるかしらんと思って行くんです。で行ったらそれはね幻なんですよ。そこでまたいや もう少し向こうにあるんだって、でもう少し向こうにこう頑張るんですね。そうやってこの導いていくんだっていうことが法華経の例え話にこうあるんですけれども、はい、公案なんてそんな幻の城を作るようなものですよね。これ頑張ればここに行くんだと、で着いた途端そんなのはもう幻なんだと、じゃあ次にまた行くんだと、そうやって、まあ、気がついたら、まあ、長い道を乗り越えてきたっていうこういう感じがするかなというふうに思いますね。なるほど。なんかその話を聞いて、人が学んでいく上でプラス1のインプット、その自分がその遠い目標をひたすら求めるのではなくて、プラス1自分が実現可能なインプットを確実に積み重ねていくことで学習が進んでいくっていう仮説があるんですけど、なんかそれのことを思い出しました。なるほどね。そういう点では、はい、この、まあ、白隠禅ね、はい、弊害もありますが、そういうこの過程がこうあるものですから、はい、最初はこれ頑張りなさいと、で1年2年頑張ればそれが到達する、いやもうちょっと頑張ればこれ、もうちょっと頑張ればこれっていう風にしてやっていくんですね、はい、ただそれを、まあ、曹洞宗とか他のあれから言うとはしご悟りって言われるんですよ。はしごを一段一段登っていくようなもんで、そんなのは本当の座禅じゃないってこう言われるんですが、なるほど、まあ、はい、私らみたいなものはそのおかげで長いこと座禅ができたかなっていう感じがしてますね。はい、はい、なるほど、そういうことがあるんですか。よくなんか外国人の方にも質問で出るのが、どうすれば一番効果的に悟りを得られるんですかっていう質問だったりするんですよね。でもあんまり悟りというものを意識して求めようとすると、はい、それはやっぱり間違ってしまうことが多いですね。なるほど、はい、難しいバランスなんだと思いますけど、はいはい、公案がどんなその、形でその座禅を支えてくれるかっていうのがすごくよく分かって、はい、はい、はい、浮かび上がってくるものなんだって、それでね、うまくできてるのはそんな過程で、その無門観とか壁眼録とか、あるいは臨済録とかって難しい語録を、その過程で一つ一つ読んでいくんですよ、はい、で、はい、ほとんど暗唱していきますから、やってるうちにそういう禅の語録 もこう頭に入るし、はい、それから禅語もたくさん覚えるし、はい、長時間座禅もできるようになるしというふうにして、まあ、お坊さんとしての修行が出来上がっていくという、まあ、カリキュラムになってるんですね。カリキュラムという言葉がすごく、そうですそうです、体系化されてるんで、はい、はい、きますね、はい、あ、なるほど、いや、ものすごく分かりやすいご説明ありがとうございます。とんでもありません。はい、
忠助ナンバー001さん、あのご参考になったら嬉しく思います。改めてご質問ありがとうございました。ありがとうございます。はい、まだまだお話を伺いたいところですが、時間が来てしまいました。これからも皆様からご質問を募ってまいりたいと思います。 YouTube の概要欄に詳細を記載しております。日頃気になっていることや迷っていること、どんなことでも結構です。小さな悩みかなと思っていることが、実は多くの方に気づきのヒントになることもあるかと思いますので、ぜひお寄せいただけたらと思います。本日もありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。